はい、こんにちは。秀則ミュージックスクール校長、秀則です。ノリス。ギターは地頭が良いことと体が動くことが天才タイプの条件ですが、作曲の場合条件は地頭のみでしょうか？これはね、難しいね。作曲って言ってもね、楽器弾くじゃん。完全にもう打ち込みだけで鍵盤も弾かないっていう人もいるかもしれないけど、まあやっぱ楽器を弾きながら鼻歌とかで基本的には作っていくもんなので、多少なり楽器の基本的な演奏ぐらいはできるっていうのがやっぱり作曲には必要だなとは思うんですよね。天才タイプじゃなくても、まあコードとかは弾けたりするけどね。でもやっぱギターとかピアノとか音楽器をやってていく中で、上達していく中で、あ、音楽ってこういうことなんやなっていうのがついてきたりするっていうのもありますよ、やっぱり。だから作曲の場合地頭だけでいいか、まあ別にいけないこともないけど、まあ、やっぱりね、和音楽器弾けるようにある程度基本的になっといた方がよくて、でなると、まあ体が動くっていうことも実は重要だよねっていうのは一応言っておきましょうかね。はい、というお話でした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。